2022年、えー、合格目標今日は本試験直前ここですねこの3か月間にやる何をやればいいのかこれを約1時間弱でお話していきましょう、はい、でお手元に皆さんのところに、まあ、資料がいってると思うんですけどもこれに沿ってお話をしていきますでまず最初の話なんですけどね 一番最初、出てくるんですけども、えー、と今日、まあえー、からあと試験までにどれぐらいの期間があるかというところですけども、えー、ご存知だと思うんですけどあと105日です、まあ、100日ちょっとあるよという話ですねということはこのもう直前期と呼ばれる時期に入ってきましたねという話ですね、まあ、いわゆる3ヶ月ちょっとぐらいですからそうするとね これはもう直前期という話をこれからしていくんですけどもうすぐえ今月の終わりには模擬試験も始まりますねそうするといよいよえそれこそ少し緊張する時期かなと思いますここの3ヶ月間に何をすればいいのかこれが今日のテーマなんですけどもここ集中とそれから効率これを考えましょう と言いますのは、ちょっと戻り戻りますね、えー、いろんなまあアドバイスをする中において、試験場でどのような時間があるかというと、3時間半、択一の問題ね、3時間半、まあ、これをもう少し圧縮すると、まあ、約3時間と考えましょう、3時間が、えー、あり、まあ、1時間60分だから、180分、その180分という時間の 動きで試験が決まるんです試験っていうのはね勉強とあと本試験上での問題の解き方それからやっぱあとトレーニングですよこれあたらが総合して初めて試験合格ラインが始まるんですよ。ということはこの3時間半という試験問題のものを3時間と置き換えていけばい 1一問あたりどのぐらいの時間で取るかというのはだいたい50秒ぐらいでこう問題を解いていくことがだいたいわかりますよねだって18070問でもし解いていけばそのぐらいの時間数が登場しますよねそうするとこれからの学習においても時間を必ず設定して演習はやってもらいたいたんですよ例えばわからない問題をじーっと考えてまあ教科書を何ページも読むこれも勉強でしょう しかし3か月間というのはまとめの作業に行くという話なんですよ、もうあの試験の日は決まってますからその日にこう向かっていかなきゃいけないんだか,らだから時間というのを非常に意識しながら問題を解いていただきたいんですね、だから例えば、えー、単純な話、ま、土曜日、日曜日少し時間取れる方もいると思うんだけど平日なんか、なかなか仕事してて難しい。 そううと時間の工夫をしていかなきゃいけないので最初はここから入りましょうその大事な3ヶ月間に集中するわけですけども1日を24時間ですからここで仕事関係と言ってきますけどまあ10時間ぐらいあるだろうと、まあ、睡眠も7時間にそれから食事と生活費用時間を2時間まあ一応 話ととして5時間は時間間はが空くと人によってはこれが4時間かも分かんないし3時間かも分かんないこの、えー、3時間4時間5時間この使い方が合否を決めるんですよどういうことこれテーマを持って毎日勉強しないとただ勉強をずっと続けてるそれはあ,あくまでも例えばこんな感じかなずっとね問題を解いて「ああ間違えちゃった」 <laughs> あ,っあったあったこれはずーっと続けていってるんだけど大試験に可能性の高いところなのかどうなのかっていうのがそれ大丈夫ですかそれ一番重要ですよどういうことって言ったらまあテキスト等を見ると A ランキング B ランキングっていうのはまあ書いてあったりします過去問の数も書いてあったりしますそれに忠実に勉強してくださいこれ一番のアドバイスですこんな感じ もほとんど出てないんだけどどうしようかなうん出てるところから勉強してくださいだからここでは、えー、とテキストにそういう記載がない勉強されてる方もいると思いますだったら問題集中心でいいです問題集を中心としていただいても実際出てる試験問題だからそれを中心としていいそしてその時間のこの中の、うんえー、5時間これをテーマを追って勉強しないと、えー、何をするか決めないと 勉強がしてるんだけども何をやってるか分か,んなくなるだからこの時間数をしっかり確保することと続いて使い方これを決めるということです例えば使い方って何ってったら例えば労働基準法の問題を今週はこれとこれとこれをやるある来週は労災のこれとこれ年金のこれというのにある程度の使い方を決めてそして これはね、もう作り出すしかありません、勉強時間はで私は多くの方々にね、す、ま、で、あ、に相談されるのが、もう仕事が忙しい、それはもう分かります、でもうなかなか勉強時間が取れない、そうなってくるとね、私も長い間講師をやっててね、みんな時間をいろいろ工夫してます、あのこれは、えーえー、実際やった人の話です。例えばね 今日覚えるものをここに書いた人いましたよマジックで、うん、いくつ2つ3つ書いてそれで一生懸命覚えながら会社に行って洗ってでまた帰る時にここに書いてそんな工夫された方もいますあるいはね1枚のこのぐらいの紙に覚えることを5つ書いてそれを常に見て今日はこれだけは絶対覚えるよみたいに決めた人もいます 受験生はねみんな工夫してますよだから通常のテキストだけじーっと見ながらっていうのはちょっと非効率的ですねだからやっぱりこう覚えることを例えば今日もう皆さんは何を覚えられましたかあるいは昨日暗記されたものは何ですかって言われた時に私はこれとこれをしっかり覚えましたよということで毎日の時間を過ごしてくださいそしたらんか勉強はしてるんだけどやっぱり着地は 最終的には試験ですからどうしても覚えなきゃいけないからね具体的に言いましょうか雇用保険の所定給付日数いろいろありましたねあれ全員ここにき今日いらっしゃる方に聞きますよいやあんなもん全部覚えてるよと3つありましたねはい覚えてるよっていう人12345679約半数以上の方がもう手上がってますもう1個いきますよ 高額費の計算式、はい、これも大体大丈夫だよっていう方これもこれも柔軟に上がってきましたよ、はい、ということは8月に全部任しちゃだめ今から覚えるものは覚えるっていうふうにちゃんと各科目にどうしても覚えなきゃいけない箇所がありますから公式を中心としてそういうのはこれはもう段階的に計画をしておいてここは抑えるんだよ そういういいい時間の使い方に工夫をしてくださいもう一回言いますね、えー、お伝えしたいのが3か月間にどれだけ集中してそれを効率的に勉強時間作るそれをそして試験に可能性の高いところっていうのは何かもよく問題集やってると出てくるような箇所で時間の使い作り方っていうのは24時間で理論的には ここは5時間にしてるでも5時間取れない方もいる2時間かあるいは1時間の人もいるかもわかんないそうするとこの勉強時間は作り出すという工夫をしなきゃいけないその中にこう持ってください10分あったら問題数問解ける5分あったら一つのものが暗記できるこの発想は受験で特に3か月間は大事です。 もう受験勉強はどうしても時間を作るしかないからそうすると15分あったら問題が何問か例えば大体いい1問大体いい1問大体いい 1, いい1分ぐらいかなとあの1つの問題ねあのごした句実の中の1個の話それが1分とすればなんとか10分あったら1問は解けます ABC でいいそして5分あったら暗記ができるこれを繰り返してください だからまずは15分をどう作るかというちょっとお意識をすると変わりますある方はこんな方がいましたえっ、ー、とまあその方は仕事をしながら、まあ、家事もやってらっしゃる方なんですけどいろんなことをやったのが洗濯機が回る間に何を暗記したという人もいましたみんなそうですよ何かをで例えば料理を作ってその後、えー、ご飯を食べながらという人もいました それはあんま消化に良くないからどうなのかなと思うんだけどねだからみんなどこかでこう時間を作ってきているということ逆に言うと,、ねえー、と1日8時間とか9時間とかなかなか勉強できません時間があったとしても集中ができないそうすると逆に午前中の方は今まで少し残ってたものを処理してで午後から新しいものをやるとかそうなるし、まあ、選択式を午前中やって午後から択一とかそれも時間の工夫です。 だから皆さんのテーマとしては時間を作り出してこれをどう使うかをこの3ヶ月間まず始めてくださいだおすすめするのはこの15分というやつですね10分あったらある箇所の問題は数問解けると5分あったらいくつか暗記できることが出てくるこれがまず一番最初ですね。はい